3連休の最終日となった今日、新千歳空港は連休や年末年始を道内で過ごした人の U ターンラッシュで混み合っています。2日に航空機事故が発生した羽田空港の C 滑走路の運用が今日から再開されたため、現時点で新千歳羽田間の欠航便はなく、事故前と同じ便数が運航される見込みです。前日とかに確認したら大丈夫そうだったので、はい、スムーズに来させていただきました。航空会社によりますと、新千歳発の便はほぼ満席だということです。